はいどうも、MK2 のマッチでございます。というわけで、先日発表がありましたけども、NGT48 アットジャムオンラインフェスティバル2020参加決定でございます。はい、というわけで久しぶりのイベントですけども、今回もね、まあいろいろな影響がありまして、オンラインでの開催ということにはなりますけども、アットジャムですよ。こちら8月の29日、そして8月の30日にね、いろんなアイドルが出る、イベントになっておりますけども、具体的にね、詳しい内容を見ていこうかなというふうに思います。アットジャムオンラインフェスティバル2020ということで、開催日は2020年の8月の29日、そして8月の30日ということでね、で、今回オンラインのイベントということで、チケットを買ってネットで見るという形になりますけども、こちら、値段がですね、ライブ1日、チケットが6800円、そしてそれぞれの会場のチケットが2500円、トーク、あとは実況チャンネルのチケットっていうのが1200円ということになってますけども、まあチケットの販売はもう始まってるのでね、見たい方はね、ぜひ購入っていう形なんですけども、具体的にどんなアイドルが出るのかっていう感じですけども、48グループで言うと8月の30日日曜日、こちらグリーンステージですね、ゼップ東京で、あるものですけども、こちらにはね、HKT48 が出るということで、イコラブだったりとか、ノイミーですね、ノットイコールミー、こちらのグループも出るということで、これはちょっと見応えあるなというふうに感じますよね。そして肝心の NGT48 ですけども、29日ですね、パープルステージ、ゼップダイバーシティで行われるステージに NGT48 は出るということになっております。で、同じ8月29日の、こちらがグリーンステージですね、ゼップ東京。こちらには AKB48 と AKB48 のチーム8も出るということで、これちょっとね、日にちが被ってるのでね、なかなか難しいなというふうに思いますけどね。具体的なライブチケットの内容なんですが、ライブ1日チケットが6800円ということで、全部のステージが見れるということですね。で、あとは各々2500円という形になっております。例えば NGT48 であれば、ゼップダイバーシティの、ステージになるので、こちらパープルステージということですね。先ほどの AKB48 であればグリーンステージ。ゼップ東京ですね。それぞれのステージ買うんであれば2500円ずつ買うっていうことなので、まあだったら、まあライブ1日チケット買っちゃった方がいいのかなっていうふうに思いますけども、HKT の場合はね、30日、そして NGT、AKB は29日ということなので、結局ね、48グループ全部見たいなってなったら両日買わなきゃいけない感じなのかなというふうに思いますけどね。楽天 TV で配信ということなんでね、まあチケットを買って、で、シリアルコードかなんか入力して、配信が始まったら見れるという形になっております。まあね、久しぶりの NGT48 も、外のイベントっていうことなのでね、どんな楽曲やるのか、もちろんシャーベットピンクはもちろんですけども、あとはマックストキだったりとか、まず全員参加なのか誰が出るのかっていうところも気になるところですし、どんなセットリストでね、NGT も、ライブするのかっていうところ気になってくるところだと思うんでね、そちらも注目なのかなというふうに思っております。はい、というわけでね、簡単に見てきましたけども、いかがでしたでしょうか。アットジャムオンラインということでね、 NGT の場合は8月29日ということでね、パープルステージでございます。自分もね、時間があればチェックしようかなというふうに思っております。さあ、そしてね、公式のホームページの方でも発表がありましたけども、ちょっと不安なニュースということで、 NGT48 のメンバー及び従業員運営関係者の抗体検査結果につきましてということで、こちらで聖司玲奈さんと、あとは、従業員の方1名がね、陽性反応が確認されたということで、 PCR 検査をするということになってますね。まあ、この動画が出てる頃にはもしかしたらもう結果が出てるかもしれないので、今はその PCR 検査待ちという形になっております。自分の周りではなかなかいないので、まだ実感はそんなにないんですけど、結構ね、近場でウイルス出たよみたいな話も聞きますし、まあやっぱりなかなか今もう誰がかかってもおかしくないなっていうふうに思いますし、ね、それこそ AKB でもカヨヨンだったりとか、元 AKB でも岩田カレンさんだったりとかもね、かかったりとかもしてるんで、なるときはなるんだなっていうところもあるので、ちょっとね、本当にもう一度気を引き締めてね、行かなきゃいけないのかなっていうふうに感じますよね。まあでも、インフルエンザもそうですけど、予防しててもなるときはなると思うんで、本当にそこはね、もう仕方ないと思いますし、かかって、まあ、結構最近よく見るのが、
かかった人に対しての誹謗中傷っていうところも結構よく目にするので、それはもうね、明日は我が身じゃないけど、自分もかかってるかもしれないし、いつかかってもおかしくない状況だと思うんで、まあなんか本当に誹謗中傷ももちろんしちゃダメだし、もうそこに関してもちょっとなんかね、その人に、かかった人に対していろいろ言うのも違うだろうなっていうふうには感じるのでね、毎日の本当に、自分もそうですけどね、いいこと悪いことっていうところしっかり見極めなきゃいけないのかなっていうふうに思うんでね、皆さんもその辺は注意して、そして、感染対策も注意してね、行かなきゃいけないのかなというふうに思います。まあ健康面メンバーもね、今気を使ってる状態ではありますけどね、より私たちもね気を使っていかなきゃいけないのかなというふうに思うんで、皆さんもぜひ、対策しっかりした方がいいのかなというふうに思います。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。